と今日は私はキャラ巻き寿司チャレンジしたいと思います。そしてインスタ映えをこのお兄さんは狙っていくよ。カエルのキャラクターのキャラ巻きを作りたいと思ってます。くら寿司でお持ち帰りを引きしてきたシャリなんですね。青菜のふりかけをね、適量に入れていって、カエルの皮膚感をちょっと出していこうと思います。私が子供やったら喜びそうな色してますね。はい、次に海苔にチーズかまぼこを巻いていきます。おお、すでに美味しそうです。もう一本巻きますよ。はい、海苔を巻きます。うん、次にきゅうり、こちらを巻いていきます。巻けました。続いて半分に割った海苔に青菜ご飯が乗りました。ここにきゅうりを乗せます。巻きます。巻けました。そして次にまた半分にした海苔に酢飯を、はい、チーズかまぼこ、ドーン、おお、間にだけ少し酢飯を足して入れます。そして先ほど巻いたきゅうり巻き乗せます。そして最後に巻きます。最後の仕上げ、今から切っていきたいと思います。さてどうなる。うまく出来上がれ。どうだ、カエルだ。ちょっと口が曲がっている癖のあるカエルができた。できました。いただきます。うまそうだ。ボリューミーでうまいっすね。今ね、きゅうりのあたりのね、青菜が入ってるんで、そこで味がアクセントで美味しい。次はね、オリジナルキャラクターができたらいいかなと思ってます。なんでね、まあね、皆さんもぜひね、チャレンジしてみていただければいいかなと思いました。それではここまでです。ここまでは、1、7、8、5、稲葉をお送りしました。やった。